アリッチャリスイーツのコーナー出ました出ましたおめでとうございますありがとうございますあのねはいもうこのラジオでさんざん言ってきたうん山崎ビスケット出ましたはい お菓子は美味しい YBC ですよ YBC のお菓子 <BC> 美味しすぎ問題うんこれはもう本当これをやっぱさんざん扱ってきたわけですよ全シリーズでとんでもないことになってんですよあのまずお寿司さんがエントリーとエントリーがうまいうまいとうまいうまいとあとレモンパックねレモンパックこ,こねこれレモンパック好きが多くって、うん、レモンパックも美味しいですよみたいな感じで、ねうんうん、送ってくれてこれもねなんか美味しかった他にないなんかね 味というかそうなんですよねちょっとさっぱりしててそう意外とレモンが結構効いてるみたいで,うん、うん、でしかも50周年らしいという今年でレモンパックがそうなんだ1973年えすごそんな昔からあんだねだから異常な昔から売ってるのに恐ろしく知名度がないっていうこのすごいよね山崎ビスケット<笑><笑>確かに50年前からあったらもっと、ね、すごくい、ね、ブルボンとかもさすごいわけじゃん 人気がブルボン間違いないとか言われてる言われてんね悔しい思いブルボン以前より売ってるのよレモンパックブルボンってそれより新しいのかな50年より後とのかな多分そうじゃないそれも分かんないですよブルボンも結構老舗ですよ感覚で話しちゃってでもエントリーとかも50年経ってるやっぱね50年経ってるとは思えない感じあるじゃん美味しさの割にはそうなあんまり知らないなみたいな 確かに、うん、すごいなこの細々とやって細々とやってたのかどうか分かんないけどね、うん、そしてなんとですね、うん、この YBC より、はいえー、新作が出ましたという情報が我々の方に寄せられておりますさやかさんさやかさんはじめましてあどうもえー、普段はお便りを送らず聞く専門だったんですが、はい、先日スーパーで山崎ビスケットの新作はい ピーチパックというものが売られていましたので<ー>ご報告のため初めてメールを送りましたありがとうございますもしよければ食レポをお願いしたいですということで素晴らしいなんと、はい、ピーチパック出ましたおピーチパック解きたかもうレモンパック以外はもうがんとして出さなかった確かに50年や確か YBC が <laughs> ピーチをなんと出したというどうしたこれ YBC どういう風の吹き回し本当だよねレモン一つそれだけ完成度高くできたということなんじゃないですか多分50年間やってたんじゃない俺んか職人のイメージあるんですよ YBC は絶対納得のいくブランド以外は絶対作らないなるほど何味何味とかさ最近もう軽々しく出してんじゃないですか何これみたいな味納得した味しか出したくないみたいな ちょっと心意気をね勝手ながら勝手ながら本本当当は全く違うによながらそういうイメージを抱いてるんですけどもここからなんとピーチパックですよピーチねいや僕ねだっと酸っぱくないよピーチってまあレモンパックってなんかそのクッキークラッカーなのに酸っぱいクリームが挟まってるのかあすごいねうんまあそこが魅力なとこですけどじゃないえピーチって なんかどうにかなんのかなピーチでみたいないや、うん、でもさ俺レモンパックって正直、うん、酸っぱさが苦手だなって思うんですよああまあまあまあ結構ね思ったよりレモンですからねそう,そ,うそれは美味しいんだけど、うん、なんかあの、まあ、エントリーの方が好きっていう理由はやっぱ甘い方が好きなんででももしかしたらほんのり酸っぱさがあるぐらいがちょうどいいのかもしれないっていうのでピーチもしかしたらいいのかも、ね、だから酸っぱさが消えてなんかこう 香り香り、うん、ふわっみたいな果実の香りみたいなのがだって見て、うん、国産白桃果汁はいありがとうございます <laughs> <laughs> はい、はい、ありがとうございます <laughs> 国産白桃果汁白桃果汁使用しております白桃なんてもう絶対おいしいこれはちょっと期待しちゃってもいいのかな これ果物の中で一番好きなの桃って言っても過言じゃないからね、うん、そういう人は多いでしょうね <laughs> 過言じゃない過言じゃないまで認めたら <laughs> みんな過言じゃないって人は多い確かにそうだけどこれだからすげえ気になるんでちょっとさやかさんのお便りもありましたんで今買ってきたんでね、うんうん、ちょっといっちゃおうこれ食べますわはい 開けてみおっあらららららら可いらしいねいいやえめっちゃパッケージよくないこれいい可愛いよピンク色やっぱいいねピンクはなんかこう目に華やぐというか<ー>春をこういうのピクニックとかにさ 1 <laughs> こう一個持っていくだけでもうこれあらららって感じになります <laughs> そこまでなんない別に <laughs> いいピンクですねいやいいピンクこ,れこんぐらい濃いめのピンク好きなのよああそう薄いピンクじゃなくてああなるほどねちょっとこう濃い差し色としても結構映える確かにね結構濃いピンクですねこれいい色ですよ <まあ S 1> これちょっと確かに飾っててもいいかもこれ色でうまそうだねうんうんそして山崎ビスケットあるある なんですかカロリー激高っていうそれ YBC だけじゃないここはすいません基本高いんでここは今回も1パック9枚入りなんですがこれを食べるとなんと446キロカロリーだいぶエネルギー重たいですけどカロリーええまあまあそんなんはそんなはどうでもいいんですよカロリーあどうでもいいうまきや すラですんじゃあ開けてみようかじゃあこっち開けますか1パックをおもう嗅いだもう嗅いだパックにすごいっすパックに密封された香りを今もうお寿司ソムリエが山崎ソムリエがもうごちそうさまですごちそうさまですかもう食べなくてもいいぐらい出た出たねこれあのウストンみたいな桃です よくう嘘もも嘘桃もの桃嘘も桃じゃんあ嘘もも桃だこれそんなことあめのねまあ確のに匂いだ確かにまあこれまあ確かに氷とかがねまあまあまあお菓子ですからねまあまあまあこれはねしょうがないじゃないですかいやっちゃっていいですかこれは白い白いもうピンクというか白いですねクリームはあそうだねまあ薄ピンクですけどもじゃあじゃあじゃあちょっとねあっもう手触りは いつものレモンパックそりゃそうよねふざわり変わってたけど結構脂がちょっと感じますねそうですねじゃあちょっといきますああすごい匂い匂いすごいガムみたいな匂いあいい匂いじゃないですかガムですねいただきますいただきますうんんおーあこうきたかはい こうきたこれちょっとやられたなうんちょっと外されたなえっ外されたうんどういう意味なるほどうううんんんこうですかこれなんだろうこれいい意味で結構期待を上回ったかもしれない上回ってますほんとにジャムジャムのうんジャムの味がなんか最後にやってくるなああのね 匂い変えるときにすごい、うん、あめっぽいガムっぽい、うん、グミっぽい、うん、作られた感じのなんか桃の匂いだなって思ったんでもっと俺甘みがドンってくるかと思ったんですよ、うん、糖分みたいなのがドンってくるかと思ったんですけどあ,<ー>あんまり来ないんですよ。そうさら そうなんですよ。清流のような。清流のことし。四万十川のよう。な四万十川が清流なの。か優しい清流の流れみたい。川幅の広い。川幅の広い。川幅の広いね。清流が。うん。こう、すって口の中を。流れいったな、おい。感じ。だから、その匂いで、なんかちょっと嘘くささ感じてたんだけど。食べてみると。確かに桃。感ある。 自然な風味ありますこれはうんうんうんこれねうんはっきり言ってはっきり言ってレモンパックより好きですうん出た出た出た山崎サポーター室木お寿司の断言これは超えてますうんうん。これはうまいうまいそうなんですようんね、結構甘さ控えめでうまいなと思ってうんうん したら食べ終わった後にに、うん、んか追いかけるかのように、うん、なんか桃のジャムが口の中をわっとくる感じちゃんと果実の味のある甘みみたいなのもしっかりこう奥の方に感じさせるいますね、うん 奥のなんか床間あたりに床の間玄関入って玄関入ってあのなんか花とか飾ってあるとこ一段高い掛け軸を置いてあるところら辺に桃がいますいますちょっと奥の方にあれいないのかなって思ったらあここにいたんだみたいなそこにいますふざしきのふざにいたみたいなあれかもな旅館のなんか 縁側のどこかもな、うん、あのスペースねあのススペースみたいなこれすごいなうまいなあ,あこのクリームはすごい計算され尽くした感じするうんうんさすが50年間かけてこれは作ってますからこれは確かにピーチパック出してもいいってなるわこれはなんかこう一個一個のパラメーター調整みたいなのがうん、うん こう本当に精密にやられてるっていう感覚が、うん、今俺ピーチパックを食べて伝わってきました <laughs> 伝わった、うん、おおかなりこれはね細かく調整入ってるおおどうやって調整して,してるの、うん、いやなんだろ水の <laughs> 本当かよ水,水の量なのこれ水の質 <laughs> 水の、ね、ミネラルでちょっと変わんのかな味が <laughs> <laughs> 絶対絶対そんなことなさそうだけどこれはうまいね確かになんかね<や>なんかちょうどいいねレモンパックそんなかなっていう人も、うん、チャレンジしてもいいそうレモンパックがあんまりに、うん、苦手な人ほどいいかもしれない、うんうん、そうピーチパックそうですねこれはおすすめですおすすめですこれはおいしいでもエントリーの方が好きかもな <laughs> あれはね <laughs> あれはやっぱ傑作中の傑作 <laughs> エントリーを超えることないのかもしれないでも聞いてくださいお寿司さん最近エントリー食べてないらしいですお <laughs> 言うなよそれはあんなにあんなに言ってたのに今日さあれなんですよ、うんあのー、お菓子いっぱい食べ過ぎると体調悪くなる、うん <laughs> ちゃんとおじさんがあんまお菓子食べないのって本当体調の問題ですからまあだるくなっちゃうからねそうなんですよでもエントリーはマジでなんか、ね、ちょっと別物がいやおいしいよあれはマジで俺の中だからピーチパック今2位になりましたね、うん、これもいいねうこれはいいエントリーにはない華やかさはちゃんとあるんで そうね、うん、ちょっとエントリーだけだと飽きちゃうけど、うん、たまにピーチパック入れるのいいかもしれないこれやっぱコーヒーにももう最高な,ん合うなピーチパックは紅茶でいきたいな俺 <laughs> は <laughs> なんでそんな言い方したるかかんない <laughs> なんかわかんないけどなんでわざとらしくそんな紅茶でみたいな, <laughs> いやなんか、うん、なんか紅茶でいあ合いそうだなピーチパックはう合うよね、うん、これは。 ぜひお茶受けのおともにということで、はい、ええー、山崎ビスケットビーチパック。ええ、おすすめです。おすすめです。というわけで、今週も行きましょう。行きましょう。ありちゃり。スパーク。ボーン。ボーン というわけで、あのあの事件を読みたいんですけども、うん、はいはい。ちょっと室き、お寿司先生の方から、うん、どうしても話させてくれという。ああ、そうなんですよ。リ、うん、クエストがあります。えー ブラッシュアップライフブララッッシュアプイフのね話をやっぱどうで回もしてるんですけどねあれじゃああんなんじゃもう足りないです俺が1話しか見てないでしてもうなんですかか話し見ててないいっう何にも分かんなかったんですけどもう10話見ましたおフ Hulu で駆け抜けましてああすらしいやっとこっちの世界に来てくれましたかこんなすごいかそうでしょこんなすごいかホラー見たことか これやばいです。これはやばいですこれはやばいです。マジで。これはすごいドラマ誕生しちゃいましたよ。これ。いやもうちょっとうん俺の中で白い巨頭に並ぶ。お。全然話は違うけど。ダブル巨頭 <laughs> <laughs> 巨頭日本代表。これはすごいね。 え、<作>そうでしょう。俺傑作ですよ。傑作中の傑作です。もういくらハードルを上げてもいいぐらいの。いや、ほんまです。そう、ちょっと、隙が全くないぐらい面白。かっあ、もう、めっちゃ完成度高いというか。そうなんですべてが良かったです。うん、そう、そうなんですよ。間違いない,これはいや、本当に。うん、だから、まあ、ストーリーを。簡単に。ちょっと、まあ、軽く。 前回話したところではタイムリープものというか人生を周回する物語であるというのがまずあるそうですねで中心になるのはアーチン主人公主人公アーチン安藤さくらさんでナッチとミーポンっていう友達がおります2人いて3人組三人組の幼なじみがダラダラダベって 思い出話に花を咲かせていやもう楽しいねみたいなこれからどうしようかみたいな感じで遊んでる時にアーチンが突然死ぬうん、うん、そうなんですよいきなりね一画目。パー,ン <laughs> パーンとは言ってないと思うけどううこれ死に方すごいよねこのドラマのこのパン <laughs> いやまあね <laughs> パーンスパーンっていうこの死に方 <laughs> だいい事故であの<う>車の事故かなんかね、うん、そういうのでなんかまあアーチンは なんか2030ぐらいでなんか死んじゃうみたいな,なんか30代でグラフがね死亡率が高いみたいな設定があってあ<ー>で死ぬんですけど人生を何回でもやり直せる、まあ、何回でもっていうその回数は決まってない決まってなんですけどね、うん、人生をやり直そうとすると普通にやり直せるという、うん、そうなんですよドラマそうなんですよや,、うん、やり直せできるんだっていうねそうでかつそのブラッシュアップしていくというこの人生をそうそう で何のためにブラッシュアップするかっていうと、うん、う生まれ変わりたいものになるためには、うん、え人間の徳を積まないといけないという,、うんうね、ルールがあったもんで、うんまあ、できるだけいいことしようそう,そう。うん、だからいいことをしてあのまた自分も人間に戻りたいから、うん、ず次の人生ではもうゴミ拾いとかもちゃんとやったりとか、ね、そういうふうにして徳を積もうといってもう一回人生をやり直す、ね、そうそうそう不倫してる 友達のお父さんを止止めめたたりりとかねいろいろ勉強も頑張ったりとかねそうなんですよいろいろして人生をよくしてより良い生まれ変わりをしようというのでそうそういう話ですよね、うん、だったんです <laughs> そうですそうなんですよ。あらすじをこれ話すのちょっと難しいっつうか、うん、うなぜなら、うん、最初の目的がどん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 ブラッシュアップすることによって変わってくるんですよね。 そうなんですよここがやっぱすごいところでドラマ自体もブラッシュアップされていってしまうと。でお寿司さんが前回言ってたのはこのドラマは周回を重ねると普通タイムリープっていうお話はどんどん盛り下がっていくというかもう分かりきったことしか起こらないしうなら最終回なんかは大抵もう関係なくタイムリープとか関係なく主人公の中か。 よくわかんない能力とか,なんか今まで得た知識だけでもうやっていくみたいなその時の人生をなんかやっていくっていうだけの話になってそのタイムリープしたことが全く関係なくなってくるのどそれがなんかちょっと俺の中では尻つぼみだなと常々思ってたそれが全くないこの「ブラッシュアップライフ」は途中で目的が そう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 、大きな目的が出るんですよね。そうなんですよ、うん。それが。ナッチとミーポン。うん、この二人にすごく関わっていたという。そうですね。後からそれがわかる。そう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 。 今回もう100%ネタバレですねそうですねそりゃそうですわまあまあう全部ネタバレしますわねまあもうネタバレせざるを得ないもうこれは喋りたすぎるから喋りたすぎるからでも聞きましょうブラッシュアップライフの俺もとにかくねあそこを言いたかったんですよあの何話目だったかな9話目かな最後から1個前のところ あの主人公が、また元に、人生またやり直して、赤ちゃんから始まって。四週、五週、五週から。五週目。五週目だよ、ね確か。で、結局五週すんですよ。そうなんですよね。五週もするんですよ。ね、で、五週目なった時には小学校上がった時に。あれですよ、その時に、あの。 自分の親友に親友もやり直してる女の子がいたんですよね。あのマりちゃんそうですよ。のまりちゃん。ね。あの人が周りにそう一緒にいてであのもう全部言っちゃっていいよねその。あもう言っちゃいましょう。飛行機事故をね飛行機事故を止めるために私はその人生をやり直してたと。そうだから最初 このブラッシュアップライフっていうのは三人組の女子の友達関係から始まるんですよ。うんうん、そう。ええー、アーチンナッチミーポン。アーチンナッチミーポン。まあ、幼馴染小学校からずっと同じ地域であの一緒に仲良くしてきた幼馴染同士のまあ友情物語。そうなんですよ。だからね、うん、その三人がこう。 すんごい仲良しでね<う>幼馴染でねうん、うん、めちゃくちゃ面白い会話をずっとしてる三人組で、うん、い,いい関係だな<う>みたいなねでこれがねちょっと俺の話したい話とちょっとずれるけど、うん、その三人が途中で、うんうん、あのバラバラになっちゃうんですよねそうですねまあ、うん、言うてみたらそうですね主人公と そのお幼なじみ2人がだから主人公はその人生を何周もするんでどんどんやっぱ頭良くなっていって徳を積まないといけないっていまず目的があるから徳、ね、を積むためには何かいい会社とか学校とかに行かなきゃいけないみたいな感覚で結局勉強とかするんでそ<う>ナッチとミーポンとの溝が空いていってしまうという よくあるじゃ学力がさ違うとんか私たちと話とかできないんじゃないかなみたいなふうに思ってたんだよねみたいな感じでどんどん友達じゃいられなくなってしまうというこれがすごいさんかすごい分かるなというかめっちゃあるとこれはんかやっぱ友達関係ってちょっとしたことでやっぱ全然変わっちゃうんだなっていう。 勉強してるからっていう理由だけで周りがちょっと自分の見る目を変えてしまう恐ろしさ、ね、気使ってんのか分かないですけどもそれがやっぱめちゃ悲しいんだよねその幼なじみたちと、うん、仲良く喋れなくなってしまうっていう、うんうん、これかなり悲しい出来事だと思う。いや もうう最最悪悪じゃなななないいででですすか最悪だよよよね友達がいなくなるん人生そのしかも本当のすごい親友というかねう仲のいい友達だったから、ね、だこれを失うっていう経験をしてるんですよ。うん、でもそれのおかげといったらおかげで、うん、あの違うもともとめちゃくちゃ頭がいい女の子がいてその子と仲良くなるんですよね。 これがもう1話から出てるんですけど「うのま,まりちゃん」っていう「あの子すごい優秀な子だったよね」って話の中にもう登場して「今あの日子って何してんのかな」みたいな、うん、そうそうあの子の人生何周目かしてるよねみたいなことを言われてたんであ、ね、まりにも優秀すぎてそうのまりちゃんが本当にそうだったんで、ねうん、後半にうのまりちゃんと主人公のアーチン 人生2周目に入っていく主人公がアーチンなんですけど、うんうん、このアーチンと宇野まりちゃんの人生がどんどん近づいていくんですよね、ナッチとミーポンとは間が空いていくんだけど,<笑><笑>けどこタイムリーパー同士なんですよ、この鵜のまりちゃんとアーチンは。そうそうそうでも、最初はタイムリーパー同士だってわか,、ねうんうん、かんない。そうでもその アーチンがめちゃくちゃ勉強することによって、うん、宇のまりちゃんの学力と近づいてそうすることによって2人がくっつく,く,っつくで友達になるで,そうで友達になったところでアーチンあ,ーあなた今、うん、何週目これですよこうザッ <laughs> おい おい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 これを週で見てたらゾクッと <laughs> ゾクッズワ <laughs> ー,ーっていうねもうそうなんですあそういうことかとそう、うん、でえでそこまでもすごい面白いドラマだったのに、うん、それが確か6週か7週目ぐらいですよね、うん、そこで大なんつうの大掛かりな、うん、壮大な話が始まるさらにですようん、うん さらに、この鵜のまりちゃん、まりりんリリが言うには、もう、あーちんは知らないかもしれないけど、私たちは、そうそうそう、4人組だったんだよ。そう,そ,うそ,うそうなんだよ。えー、<laughs> え、なるほど、確かにその可能性あったのかっていうね。うん、いや、そうなのよ。うんね。そう。っていうことはよ、うん、あのの 二人と別れて、うん、ナッチとミーポンと別れてしまった悲しさア、うんうん、ーチン <laughs> が<う>あの感じた,って言った悲しさをうの、ん、まりはもうすでに感じてたあうのまりは先に集会に入ってアーチンの中ではうのまりちゃんっていうのは私たちとは違う優秀な子だったよねっていう記憶しかないんだけどうの、ん、まりちゃんの中には4人の記憶があってそっから集会に入っていったわけそうなんですよね。 主人公が一周遅れてたんですだから宇のまりちゃんの中では4人組で,でかつ宇のまりちゃんの目的っていうのはそうなんですよナッチとミーポンを救うっていう目的でタイムリープを重ねてたっていうことが8話7話で判明するんですよ。 だこのブラッシュアップライフ」ってドラマの始まる前にもう1話あったっていうことなんゼ、ね、0話があったっていうだから俺普通だったら「鵜の丸」うん、を主人公にするんですよ多分ね,、うん、ど,ねどう考えても最初からっていうのねうだってその助けるって目的が一番大きいからそれをした方がいいじゃんどう考えたって、うん、その引きもあるしね、うん、みんな見たいと思うし。うんうん でもそれを隠しておいて隠してておいて7話ぐらいから途中で出して,出してそこに主人公を巻き込むっていう入れ子構造のようなこの、ね、<laughs> しかも1話の時点でうん、うん、アーチ・ン・ナッチ・ミポンの会話にうのまリちゃん出てきててウノまリちゃんってすごい子だったけどあの子今何してんのみたいなそうそうそう私知ってるようん、うん あの子さパイロットになたパイロットみいいななどううことる人がいるって俺もだからすごいなって思ったけどそういうことだったんだよね実はそうなんです助けるためにパイロットになってたそう鵜のまりちゃんがなぜパイロットになったかっていうとこのアーチンはまあ死んじゃうんですけど途中でそうなんですよこれナッチとミーポンも死んじゃうんですよ そうなんですよねなぜかみんなななぜかみん死んじゃうんですよ。めっちゃ死ぬんですよ。それは置いとこう。飛行機事故でそうなんですナッちとみぽんは急死してしまうっていうのが1周目の宇のまりちゃんの人生だったんですよ。だからそれを救いたいということで宇のまりちゃんはめちゃくちゃ勉強してパイロットになったところが主人公の1周目なんですよ。 不思議だけどね鵜の丸、うん、ちゃんの中では1周目のさ、うん、アーチャーいるはずなんだけどそこら辺ちょっとどういうことなのかなっていうのはよく、まあ、難しいんだけど、ねうんまあ、主人公的には1周目が鵜の丸ちゃんの2周目だと、うん、でこれが本当にね俺見事だなと。うんうん 思っいやこれの構造がまず見事というドラマですよねこれもう全部言っちゃいましたけどそうそうすっきりすっきりすっきりしたいやでもまだまだあるよ言いたいことまあそうですねでそれでそのアーチンも主人公もその宇野まりの目的に一緒に私もやるっていうふうになるんうですかだからその周回私タイムリーパーなんだよ 憲ちゃんが主人公にアーチに明かした時点で一緒にナッチとミーポンを助けようみたいなそれが最後の週のなんだけどその1個前の時にあれですよね打ち明けるんですよねその飛行機事故で死んじゃうんだよっていう話を「そうなの?」っつってで私が今今回は助けようとしてるとだから助けた後にみんなで打ち上げをしようみたいなそうですね話をした。 すぐ後に全員死んじゃうのよその三人がね、うん、結局助けらんなかった助けらんなかったとでたすすっごい悲しくなって、うん、主人公もその後また事故で亡くなって、うん、でその後に最後の五週目の人生宇野、うん、まりからしたら六週目の人生をは、うん、始めるんだけど、うん、そこの始まりが俺も死ぬほど泣いたんですよ、ね、<laughs> <laughs> その小学校入った時にね、うん そ,のそこまででは宇野真理ちゃんと会えないわけですよ、ねうん、小学校幼稚園とかは違うから。うんうん、で小学校に入った時に二人が出会うんだけど、うん、そやっぱお互いまだ本当にやり直してる相手かどうか分かんないわけですよ。うん、あもう集会してないそいつっていう可能性もあるか、ね、そう分かんないわけじゃないですよ絶対。うん、でその時に,その,前にその前の人生で話してた時に、うんうん、いやその そんなタイムリープしてんだったら言ってよっつって主人公が言,う、うん、言って、まあ、どっちが一切合わせたけど、うん、いや言ってっつっても言えないよっつって、うん、急にそんなこと言ったら変なやつだと思われるじゃんみたいな話をねそそ会話をしてるんですよ、ね。うんうんうん いやでもさあるじゃんなんか言い方がみたいな「いやどうすんの?」みたいな,な,んかなんか分かんないけどその4周目とか5周目だったらその手を55とかにしてこうやってあのハンドサインで相手に5だよ5周目だよみたいな見せるとかできんじゃないのとかいやそんなにしても分かんないでしょ」みたいな会話をしてたんですよね。 最後の週に聞いてくるんですよねわかるんだよねもう小学校の時からで小学校の時の廊下でこう歩いてると、うん、主人公が「宇野まりちゃんが他の教室からちょっと出てきた,出てきた目が合う」合うそん時に主人公が「5」の「手」うん、ハンドサインで手で、ね、して手顔に当てるようなんですよでそれを見た後にそこはもうスローモーションですよ、うん それを見た、うのまりさんが、もう、6っていう、あからさめ変な、変なハンドサインを、6っていう。出してた、出してた、6あ。あの、あの瞬間の、うん、なんていうの、安心感というか、<ー>世の中に一人だけ私のことを知ってる人がいたっていう、奇跡、俺、いい,いいよね。俺も、あそこ、ボロボロ泣いちゃって。ああ、いいシーンでしたあれ、やっぱね。うん やっぱ人の幸せってやっぱ人を知ってることだって思,う、うん、思った、うんはい、なんか認知してることだ誰かが自分のことだからあれ以上の幸せないと思うんですよ、うん、もうあそこは本当もう多分ネタバレしてても泣けると思うい,い,いやいいですよねう,うん い,やーいいいいやや、っすよ、ね、<laughs> いやそこいいあそこはそっからだから鵜のまりちゃんとあーチンがあっちとミーポン、飛行機事故で死んじゃうからそ,うそれを助けようっていう,うかか小学校からねそうもうパイロットの勉強し始める 2> 強して2人でパイロットになって<で>その飛行機の運転をして。うんうんうん なんか隕石に衝突するんですけどそこ当たらないような航路を変えようっていうね壮、うん、うう大なうそれも好きなんですよ、ねうん、なんかちまちま勉強していって大きな目的を、うん、んかやるっていうのが俺大好きだからもうそこめちゃくちゃ好きで、うんうん、でもこうなると徳とかじゃなくて、うん、とにかくナッチとミーポンを助けようみたいな状態になっていって。 でなんかちょっと強引なこととかもやり始めてもう人生最後、周回できないんで、もうここが最後ですよって言われてるんで、うん、アーチンは。だからもう、ここからはもう、本当、ナッチとミーポンを助けられたら、もう私の人生どうなってもいいみたいな状態で、でも、ナッチとミーポンは知らないんですよ、そんな。 うん、うん、うん、うん。友達じゃないんだ。確かに、この人生で。そう、そうなんですよ。一周目では止まれちゃったけど。この人生はもう友達じゃなくなってる。人生なのに。それが悲しい。ナッチとミーポンを助けよう。そうなんですよ。思うんですよ。そ二人は。わかる。で、その二人がさ。うん。ナッチとミーポンと。仲良くなりたいんだけど、どうやって仲良くなっていいか分かんないっていう。なんか。うぐな小学生みたいな。 やり取り取をするところがまたいいんだんか家違う方向なのにそそそうそうそうなんかで違う方から帰ってきちゃったからか私たちとあんま話したくないのかなって思ってたんだよねみたいなそれを後で聞いて、うん、違うよっつって言うとかねいろいろとね <laughs> やっぱり微妙な距離が空いちゃうんですよで、ね、最初はあんな幼馴染み同士で気の合う会話をしてみんなで旅行とかも行ってたんですよそそそそそうううれがだからその だだんんん仲良くくくななってくっててところもめちゃくちゃゃ見物なんですよ、ねうん、すごいんですよこれが。ね、うん、あそこ,こも良かったな,なんかもう、うん、嬉しい父親みたいな顔になって見ちゃったなうんだからこのやっぱさそこ成功とかうん、うん、得とか,なんか自分が生まれ変わって全く別の人生を歩みたいとかじゃなくてさやっぱ全てはこの人間関係というか仲良し4人組。 に最後も帰結していくっていうのが俺すごいな分かるそこなんですよね、うん、ここはだから最上の目的はその4人で仲良くなるっていうそうそうこの4人でまたおしゃべりしたいねっていうことのために人生を5回やり直してそうですよ突き進むっていうさこれがめちゃくちゃすごいなと思う全員が持ってることだからねそれ見てる人やそうなんですよ すごい共感性の高いことだから、うん、あれはよ,よいいドラマだったな、うん、で俺あの原宿さんに最後の週、はい、1>, あの1個置いてくれって一、うん、週,週間待って見てくれって言ったじゃないですか、はい、あ,あの理由は <laughs> あいつね。うん浅野 あの最後の9周目、うん、まあ最後1個前の9周目の時に、うん、9話目か9話目か、うん、あの浅野忠信が怪しげに出てきたんですよね急によ一、ね、回も今まで出てきてこなかった浅野忠信が急に怪しげに出てきて、うんうん、えっ人花あんのっていう,いうね何、ね、か阻止というかう歴史を改変すなよみたいなやつ。 明らかにそういう系かどっちにしろタイムリーパーかその事実を知ってるやつっていう確実そうありなドラマ的に言ったら絶対そういうやつが出てきてしかも浅野たばのむっていうめちゃくちゃいい役者を使って何かが起きるぞこれというだからこの1週間もう次はどうなっちゃうのっていうのう分からなすぎて。 楽しみすぎてでやってきたら浅野たまがタイムリーパーだったんですよ本当にそうらしでなんとあいつも同じ飛行機の事故を防ぎに来てた奥さんを救いに行っで、こんなこと言ったら君たち分かんないと思うんだけど僕はタイムリーパーなんですで、この飛行機事故に遭うんですだから進路を変えてください て出くるんですもう知ってることしか言わないっていうそあれめっちゃウケたんですよねペイペイのタイムリーパーそうそうそう今さら初手のタイムリーパー出てきちゃって出てくるっていうねあいつの話も多分あるんだろうけどあるけどあれすごいさすがバカリズムだと思ったにあんな使い方するってあと役者がやっぱね浅野忠信だからさ そうううそそんなペ a ペイみたいな使い方なわけないって思うだけどそこ逆手に取るというキャスティングで本当に何も知らないやつしかも助けようとしてあいつあいつで一生懸命いつねなんか力づくでもみたいな感じだけどいやそうここバカリズムのコントっぽいよねそのうんうん確かにいやもう知ってますみたいな知ってるっつう 全部それやろうとしてますそうそうそうあっそうなんですかじゃあ進路も変えてもらえるんですか変えますであとでめちゃくちゃ愚痴られるっていうね自分のこと大変て言ってたるねあいほ本当にあれすごいなんかいい外し方っつっなあれ面白いよね さあ引っ張り方ってやっぱドラマ作る人ってさみんな悩むと思うんですよ最終回に向けて山場作んなきゃみたいななんか持ってこなきゃっていうので一個前になんか布石を打つっていうのはあると思うけど逆にそれをやってしまったがために最終回に変なノリができちゃってなんかちょっと台無しになるってこと俺いつもあるなと思ってたんですよ。なるほど だから浅野のただのも出てきたときにうん、うん「まずいぞこれ」と思っゃやりすぎるんじゃねえかなって、ね、そうそうそうんかそんなんいらないんじゃないの、うん、と思ったら、うん、もうそやっぱそんな心配必要なかったんだっ,つって、うん、それを逆手に取ったただのジョークだったのかっていう,ギャグっていうねしかもそのギャグでちゃんと最終回まで引っ張ったっていう。うんそうそう これ本当手腕が手腕 <laughs> がすごいっすわ。手腕<案>、手腕ですよこれ。手腕いやなんかすべてより素晴らしかったなこの。いや本当にラッ,シュアップライフは。これ本当歴史に残るいいドラマだと思います。いやーめちゃくちゃ名作でしたこれは。うん、構造もいいし、役者もいいし、役者もいいし、いいしであとはお話の目的もいいと思う、うん。目的もいい。 金だなんだ数字だっていう時代に本当に大事なのはと自分のことを知る友なのだとうんうん、うん、そうそうそうね友とのたわいもない会話なのだと、うん、雑談なんだと<ー>そこに人間の幸せっていうのはあるそ,それを取り戻すんだそれが取り戻せたら他には何も別にいらないんだいそうなんですよ実は、ね、この目的の凄さすごい、うん、もう本当完璧すぎるであとさ 俺が一個思ったのはその人生に出てきてた、うん、そのあいつみたいなこれあの事件とかさ、うん、いる人とかでもちょっとあるんですけどもしかしたら仲良かったかもなこいつとっていう人があ<ー>まあ無数にいたわけですよそうだよね、うん、でも今は別に仲良くないんだけど仲良くないんだけどそういう仲良かったかもっていう人が無数にいた中でなんかもうそいつらの。 やっっっぱ人生もあったんだなっていうかそうだ、ね、確かに確かにその人たちとも話してみた方がなんか仲良くなれたかもっていうさそうなんですよねそれもなんか豊かさじゃないですかすごくそうだね、うん、確かに気づきであるねそれねっていうその見方を変えた時に、うん、それに気づくっていう、まあ、それは人生を周回したから気づけたんだけど、うんね、本来は1周目でもその。 可能性っっていうのはあったんですよねこのなんか見過ごしてる可能性の中にもなんかすごいいいものっていうのはあったんじゃないかなっていう,そう僕俺たちは1周目しか送れないんだけどでもこの1週目の中にもすごいそういういいものっていうのはあったんだろうなっていうなんかねこう思いだこの思い出話の中に出てくるさ、うん、あいつみたいなやつにも多分人生があって、うん、しっかりなんか生きてて。 そいつと話してみたらすげえいいやつだったっていう可能性もまああるよなっていう,うそうだねそのことによってなんかこう自分の人生にもすごい肯定的な気持ちになれるような感覚があってそれがすごい良かったですねだから本当に嫌なやつとか,なんかがいっぱいいたけど、うんうん、それは。 嫌な時にたまたま巡り合ってうん、うん、しまっただけかもしれないっていうのはあるかもね俺たちの人生からしたら脇役の人にもちゃんとこう優しい目線を、うん、そうなんですよちゃんとこの人には人生があるってうことを描いてくれた、うん、ちゃんと1番目の段階では雑談の中でいじられるやつにしか過ぎなかった人間にもちゃんと人生があるっていうところまで描いてて、うんううん、この視点はすごい <laughs> <laughs> すごい <laughs> この視点はすごい。よ本当そう。で言ったらお寿司さんの、うん、あのキタちゃんステーキフェア事件の、うん、登場人物全員の人生を、うんうん、もう書き書き上げるっていうことなんですよ。キタ、うん、ちゃんにもちゃんと事情があったしとか。それはあそうそういうことですよ。で本来やっぱそういう多視点で。 何かを見た方がいいんだろうなって僕らはもちろん一視点からしか見れないんですけど、ねうん、だからその、ね、視点を持つことによって<う>心がねちょっと豊かになるというか、ね、その時に、うん、もしかしたらこいつにはこいつの事情があるのかなっていうさ思うだけでだいぶ、うん。 いいじゃないですかあと今の人生の,この友達関係とか人間関係になってる状態っていうのはもう奇跡なんだぞっていうことでもあるよねああ確かにそれもあるねなんかちょっとしたことでこうはなんなかったけどこうなってるっていう、うん、そうだから今いる友達は本んに運命的なんだそうっていう,うこともあるよね大事だなっていう,ういろんな気づきがありますね これいいドラマだね <laughs> めちゃくちゃもうね終わってしまったドラマですけど、うん、<laughs> よかったこんだけ聞いてみるいや全部言ったかな ちょっとブラッシュアップライフの話をしすぎてもあの事件も読めずということに <laughs> あららららちょっとこ,このさ、うん、ブラッシュアップライフ多分1ヶ月前ぐらいだったと思うんですけど、うん、<laughs> もっと前かな、うん、この時点でこんなにブラッシュアップライフの話すると思うすっと終わるかなと思ったらなんか話してるうちにどんどん目頭がつく,なってく。うん <laughs> いや、マジでね、<laughs> マジでよかった。しばらくちょっとね、立ち直れな、な立ち直れないっていうか。<laughs> あ、なんか、他のこと手つかなくなるぐらい感動しちゃったっ。なんか生まれ変わっても、そのさ、大事に思うものが変わらないっていうのはめちゃくちゃ嫌だね,、うんあね人。人間の本質的なものはさ、<ー>変わらないんだっていう、その。うんうん、で、まあ。 それがさ、まああれドラマだからさ、本当かどうかわかんないじゃん。あれ三百歳とか、多分にゃ二百年ぐらい生きることになっちゃうんです。二百何十歳とかで実際ああいうふうに四人で同じように喋れんのかなっていうのはちょっとあまあね疑問が残る。なんかそれをだから一回変に見下しとかがさ入っちゃう可能性もある。うんなんか飽きちゃうとかどっか出てこないのかなっていうのがその実際あったらどうなんだろうっていう感じまあその 闇ブラッシュアップライフではと <laughs>、はい、そう怒るかもしれないけどあまあなんかそんなことも考えてしまうぐらいなんかんでもさ集会を重ねても結局得たかったものは1周目の友人関係なんだっていうのがさすごい感動的にもう何回も言ってるけどそ, <laughs> <laughs> そうなんですよそれがもう全ての人にそうじゃないっていう,そう,そうだから結局、うん、何周しても、うん 意味ないよって1週目やるんだよ<う>っていうことのメッセージ結局はそう,う、ね、結局今ある友達、うん、それを大切にしようをやっぱり大切にしようっていう目の前のことっていうことになっちゃうんですよねやっぱりね目の前のことがやっぱ一番なんだっていうのはある意味俺はすごい絶望的だと思うんですよ<ー>ここではないどこかがないっていうことじゃん目の前をやんなきゃいけない っていうまあまあまあそっか,、うん、か今辛い人にとってはすごい絶望的なことかもしれないな<ー>と思うんだけどもどでもまあその逃げた先もそこしかないものだから、ね、結局目の前しかないっていうことでもあるからんか全然別に逃げたい人は逃げてもいいと思うんですけど、うん、結局人間にやれることっていうのはやっぱりもう少ないっていう。 そうそうそう大したことやんなくてもいいんだっていう、うん、あのなんかちょっと心が軽くなる部分もあったあるよね。なんかね別に一生懸命勉強してなんか有名になんなくても、うん、幸せの度合いは全く変わんないっていうさ、うん、だったらなんかそういうやりたいことをやった方がいいかなみたいないやだからなんかそう絶望なんだけどさ、うん、そう俺エブエブ e エ e ブエ e ブエブエブの話を前もしちゃったんですけど『エブエブ見ても思ったんだけどその絶望だなってある時点で思ってても何ん、うん、かどっかで人間には、うん、その絶望ごと丸ごと抱きしめられる可能性みたいなのを常に残してるわけ人間って生きてる限り。生きてる限り常に<ー>その自分の全部の分岐を全部ありにできるっていう。うんうん 俺はこれで良かったって心の底から思ったら全ての人生の分岐はいいっていう方になるよかったっていうことになってしまうその時点ではすげえ絶望じゃんみたいな最悪最悪みたいなことが起こってたとしても人生生き続けてどっかの時点であここでよかったって思えたら善ありこの善あり力っていうのを一人一人秘めてるんですよ。可能性 面白いことを言います可能性があるうそうだねそう,そうならない人ももちろんいると思うんですけど<ー>生きてたら可能性はあるというその通りだと思うますそうやっぱその善あり力確かに、うん、なんかいいことがあった瞬間に、うんうん、そのあったことってその昔あった嫌なこととかがなかったら、うん、絶対それにたどり着いてない、ね、なかったらそこの分岐には入ってないんですよそうだね、うん、確かにな それはいいことを言ったなこれをだから俺最近ブラッシュアップライフも感じたしエブエブも感じたっていうのはなるほど 何かが起きてるっていうのは何か似たものを描いてたなと思ったんですよねまあ共通するんかものが割と一緒なのかもしれないね人が描くもしれな人がいいって思うものはやっぱそういうことなのかなとんずっと話しちゃうな俺なあお寿司さんのあれあるからんかあれすか 変なのあるじゃ名古屋でやる変なやつ展示展示今週ですよ今週だよねうん白王山でしたっけ名古屋のそうですよえっと今週ね金曜からだ今週14日金曜金曜日から4月14日ですよ名古市さんの在料はいつなんですかこれは在料はね一応今のところ金土日最初の141516には行ってる予定ですなるほど そこに行けば室木お寿司に握手握手核王山で僕と握手核王山で僕と握手あれも知らないから今知らないのこれ今その戦隊ヒーローのねあれで豊島園で豊島園で僕と握手って言う今やってない今やってないわじゃ俺が俺が引き継ぎますそれそれ引き継いで核王山握手核王山で僕と握手あとなんかね15日はい 土曜日なんですけどそのオープニングレセプションとレセプションでもそうそうそれがあってあの一応トークショーもすごいやる予定なんですよ3人でいいじゃないですか何のトークするのかよくわかんないですけどしかもんかねいろんなね DJ がいる DJ が DJ が入りますって言われて。 気に入らないね <laughs> DJ 入るんですから気に入らないねあそうですね、うん、あのー、15日の1時から9時まで長いですよ 1> 昼1時から夜9時まで。 いろんな DJ が入れ替わり立ち替わりで何それ <laughs> 俺も想像できてないな怖いんだけどね<え>あ,<ー>あのー、えっと思って DJ 最初さ話し合いした時にそのギャラリーの人と DJ とか,なんか地元の DJ とかの人を入れてもいいですかみたいなであ全然いいですよみたいな感じでそしたらなんか一人とかがなんか軽くな音楽とか流してくれるのかなと思ってたらなんかもうどすごいいっぱいいて クラブじゃんもうなのかなワンドリンクもね多分買わないといけないかなこれはちょっと気をつけた方がいいかもしれないなんか変なの売られそうなっか回ってくるかもしれないなんかどういう状態なのか俺想像できてないんですけどすごいねなんだかまあ来たらちょっと軽くねおせちさんのね一点物の絵とかもそうですね売ってたりするんでグッズとかも売ってるんで。 なんかか良ったらもし関心ある方はぜひぜひチェックしてみてくださいということでトークショーの時間まだちょっと決まっ,ってないで、ねうん、あので概要欄に概要欄イベントの URL も貼っときますんでぜひ、はい、そちらをご覧になってあの近くの愛知県とかもね親、ね、<何>の方とかね,とね近くの方はぜひ来てください、うん、次になんか恵比寿でやるというまたいけすかないね <laughs> なんでだは <laughs> レジ伏せるぜだからもう名古屋とエビちは行けかない,ねもういいでしょうおしゃれなところばっかりいくんですよ俺らは、うん、ねそんなこんなでいろいろもうアリスパでもねいろいろやっていければと思いますんで、はい、そうですね、はい、今週はちょっとあの事件読めなかったですけど来週ちゃんと読みますんで、はい、またよろしくお願いしますさよならーさよなら